どうも、皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしてたい中根人、エルダです。バージョン 2.3 もそろそろ近づいてきましたね。この時期はガチャの入れ替えも発生してくるので、誰を引くか迷う人もいるかと思います。ということで今回はバージョン 2.2 後半からバージョン 2.3、キャラガチャを引く優先度について紹介をしたいと思います。新キャラと復刻キャラを入れると6人がピックアップされていますからね。いくら石の配布があるからといって全員引くのは難しいかと思います。しかもキャラガチャによっては半年以上も次回のピックアップが来ない可能性があるため、未課金視点で今回は紹介をしていきたいと思います。本編の前にチャンネル登録などしてもらえますと今後のモチベにつながりますので、応援してくれる方はよろしくお願いします。それでは早速解説していきましょう。それではキャラガチャの順位発表をしていきたいところですが、まずは優先度の条件などを紹介したいと思います。人によってはねガチャの条件は違うと思いますので、次の条件をもとに順位を決めていきたいと思います。1つ目は属性弱点を優先度高めとする。これに関してですが、星5のキャラについては弱点のばらつきや活躍度合いというのはかなり差があります。そのためアタッカーとして戦闘を戦いやすくなるかを前提に順位の優先度を決めたいと思います。2つ目は持ち公演水は引かないものとするというところです。持ち公演水についてはキャラの性能を大きくアップするものが多くなっています。そのため持ち公演水でキャラの強さが大きく変わることがありますので、キャラガチャのみで判断をしたいと思います。3つ目は新キャラは現在の公式情報のみを活用というところです。新キャラに関しては公式から情報公開されている保有域からのみ情報を伝えたいと思います。先行体験などは詳細が出ていない異物などがあるため、それを加味すると不透明な部分が増えてわけがわからなくなるからです。4つ目はエンドコンテンツの活躍具合を加味します。キャラガチャを引く上でエンドコンテンツはクリア条件を緩和する方法となっています。エンドコンテンツのクリアができるということはそれだけ長生きするキャラとも言えますので、その点は加味したいと思います。今回はこちらの4つの条件としてキャラガチャの優先度を話していきたいと思います。僕自身復刻のピックアップキャラに関しては実装当時から使用経験がありますので、使用頻度なども考えて話していきたいと思います。またこちらの順位はキャラの優劣を決めるわけではなく現環境で判断をしていますので、ご注意ください。それでは早速ですが順位の発表していきたいと思います。理由については後ほど詳しく話していきます。まず6位については物理知恵のアルジェンティとなります。全体攻撃は強いキャラですが、現状だと優先度は6位となりました。続いて5位は量子知恵のジェイドです。新キャラで全体攻撃は強そうですが、攻撃頻度に条件があるため5位としました。4位は物理遵守のブートヒルです。現在ピックアップ中ですが、エンドコンテンツの活躍具合で4位としています。3位は量子孫悟の普賢です。こちらも現在ピックアップ中ですが、耐久枠として現在でも活躍ができるため3位となりました。2位は氷調和のルアンメイです。調和最強と名高いキャラですが、性能と現環境がさらにマッチしてきたため2位となりました。1位は炎壊滅のホタルです。新キャラというところはありますが、貴重な炎のアタッカーということで1位としています。各順位については以上となります。新キャラの順位が気になるところですが、順位の理由については次から解説していきたいと思います。6位はアルジェンティとなります。まず知恵の物理として活躍できそうなアルジェンティについてから話していきます。全体攻撃は強力なキャラとなりますが、現環境で考えると6位かなというところです。その理由についてですが3つほどあります。理由1、エンドコンテンツの活躍具合が低いということです。アルジェンティに関してですが、現在の忘却の庭や虚構女児では活躍が難しくなっています。エンドコンテンツで敵の強化や属性の相性でキャラ設定が始まってきているからですね。もちろん育成次第では活躍はできますが、弱点撃破の効率が低いためかなり苦戦しやすくなっています。育成が完了すればいいんですが、かなり労力がかかるので現在は難しいのかなと感じています。理由2つ目、最適編成が整っていない。アルジェンティに関してですが、頬、花火、慶雲といった固定の必殺技回転特化の編成はあります。ですがその他の編成においてはおすすめがそこまでなく、編成幅に偏りが出てしまうっていうのがありますね。しかも物理ダメージを強化できる味方はまだいないため、ちょっと不遇な状態となっています。
他のアタッカーに比べると編成難ありというところなんですよね。理由3つ目は必殺技以外で火力を出すのが難しいという点です。アルジェンティについては必殺技はとにかく強力です。ですが強力ゆえに他の攻撃の倍率が低めとなっています。特にスキルに関しては単発ヒットの全体攻撃となっているため EP 回復はできますが火力が見込めないというところがあります。そのため敵を効率よく倒すか弱点撃破ができないと必殺技を回すことができないため安定感に欠けるというのがありますね。もちろんウェーブ戦においては活躍ができるというのはありますが必殺技のことを考えるとシーンが限られるという感じはあります。アルジェンティ自体は非常に全体攻撃に優れていますがまだ物理への環境が整っていないなという感じがしますね。そのため今後にはまだ期待ができ伸びしろがあるキャラとなっているため今は優先度としては低いなという判断をしました。僕自身はアルジェンティがめちゃくちゃ好きなキャラなのでなるべく使って攻略をしようというのはあるんですがやはりもう一歩という感じのところはありますね。続いて5位はバージョン 2.3 後半で実装されるジェイドです。こちらは公式放送の情報をもとに順位を判断しています。まず理由1つ目です。追加攻撃の回数が未知というとこですね。追加攻撃に関してですがアベンチュリンのような特殊ポイントを一定数貯めて発動するようになっています。そのためポイントの回転率によっては攻撃頻度が非常に低い可能性もあるため総ダメージが稼ぎづらいっていうのがありますね。攻撃頻度って結構追加攻撃持ちは大事な要素なので気になる部分となってます。理由2つ目アタッカーというよりサブアタッカー向け。パパーズやレイショーのような追加攻撃を頻繁に使用する感じではなさそうなんですよね。なのでサブ寄りになるのかなと予想しています。もちろんスキルの付与した味方と自分の攻撃頻度に依存してポイントは獲得できます。ですがこの獲得に依存するというのは大事ですね。メインで使用するのであれば速度もかなり重要となりますしそうなるとステータス的にも火力が下がるのかなと思います。そのため運用としてはサブアタッカーの適性が高そうなので優先度としては低くなるのかなと思っています。理由3つ目編成の幅の狭さがあるかも。ジェイドに関してはトパーズなどと一緒で追加攻撃持ちとなっているため追加攻撃編成での活躍が期待できます。追加攻撃をうまく活用するのであれば現在の追加攻撃編成と組ませるのが自然な流れとなります。ですが今までの追加攻撃持ちを見てみると編成の偏りがかなりあるんですよね。しかもジェイドのポイントを貯めることを考えるとトパーズや霊障は必須そうですからね。編成の幅は自然と狭くなるかなと思います。ジェイドについては全体攻撃持ちの追加攻撃キャラなので革命が起きそうだなっていうのはあります。正直攻撃参照にするステータスによってはダメージが出せそうなんですよね。追加攻撃編成の強化になる可能性はもちろんあります。スキルの付与で HP の事象があったので、HP 依存になれば考え方というかダメージの出し方が変わるのかなと思ったりもします。なんですが追加攻撃の発動条件がこのキャラはポイントとなってくるためそれが不安要素になり今回の順位で低めとしました。続いて4位はブートヒルになります。ちょっとホーリーウーボーな結果になってしまいましたね。ブートヒルは物理でも特殊なアタッカーですが使用感的に4位としました。その理由についてですが理由1つ目は虚構叙事の適性が低めというのが理由です。ブートヒルに関してですが現在の裏庭では非常に相性が良くなっていますが虚構叙事は不得意といったところでした。特に今回の虚構叙事はギミックがありますがこれと相性が最悪っていうのもありますね。また単体特化の攻撃となっているため複数体に対してはちょっと手が回らないっていう感じもあります。単体に対しては本当に強いなと思うんですがターゲットが多すぎるとターン消費が増えてしまうのが難点っていうのがありましたね。理由2つ目超撃破編成で簡単に火力が出せる。ブートヒルについては弱点撃破ダメージがダメージ減となっているため現在では衝撃破編成で簡単に火力が出せるようになっています。物理弱点の敵であれば簡単に弱点撃破が狙えるため衝撃破による追加ダメージが見込みやすいんですよね。もちろん必殺技で弱点埋め込みができるので強制的に自分の有利対面に持っていけます。火力面では出しやすいっていうのは本当あるんですよね。もちろん編成依存なところはありますが高ダメージを単純に出せるのはありがたい部分と思います。理由3つ目、放煙水依存が強いというところです。
ブートヒルに関してですが、正直育成難易度は今まで育てた中で非常に難しいキャラでした。実装日からずっと厳選をしていますが、持ち公演水がないと撃破特攻 260% なんて数値はなかなか出せません。というか 200% すら超えるのが非常に難しくなっています。その分持ち公演水が強いのかなと思ったりもしますが、それだけ依存が高いとは言えますね。厳選さえできれば別に依存度は下がってくると思いますが、簡単に火力を出すなら公演数が欲しいなと思います。ブートヒルの順位に関してですが、単体特化という点がかなり影響を受けたように感じます。今回の裏庭ではブートヒル接待があるので多少の使い勝手は良くなってますが、今後の活躍は難しい可能性もあるかなと思っています。アルジェンティよりかは人生削りが強いので、確実に倒したり敵を足止めできる分順位が上になっているなっていうところではありますね。その点を考えてみると、やはり物理キャラに対しては新規キャラで強化してもらえると環境が変わるのかなと思ったりもしています。続いて3位は現在ピックアップ中の普賢です。アベンチュリンと同じく最強候補の孫悟キャラですね。実装から時間は経っていますが、腐りづらい役割ということで3位となりました。その他の理由についてです。理由1は耐久面においてトップクラスというところです。普賢の特徴といえば HP を使ったダメージの肩代わりと、いるだけで発動する火ダメ減額が非常に強力です。しかも HP が 50% 以下になれば回復ポイントを使用してほぼ全開まで回復ができますからね。連続攻撃をある程度受けても耐えれるため、非常に耐久枠としては重宝できます。理由2つ目、編成の自由度が高いという点です。普賢に関しては編成の幅が広いというのも魅力の一つです。耐久枠で大体入れていればどうにかなる程度ですね。もちろん持続編成などは最適ではないですが、全く使えないわけではありません。活躍はできないバフがもったいないというくらいで、耐久枠としての仕事はしっかりできますからね。耐久枠で編成の自由度が高いというのはかなりありがたい要素かなと思います。偏りがあると辛いですからね。理由3つ目、全体攻撃は長期戦に弱い。普賢についてですが、耐久面で確かに優秀なのですが、全体攻撃や長期戦では活躍が難しくなっています。特にボスが使ってくる全体攻撃の場合、味方と自身が攻撃を受けてしまうので負担が大きくなりすぎるんですよね。また長期戦においても火ダメ減があるとはいえ HP は減っていきます。自身が回復できてもアタッカーが先に倒れるってこともあるため、この点だけは難しい問題となりますね。普賢に関しては現在でも耐久枠としては問題なく使用ができるキャラだと思います。アベンチェリを持っていない場合は常に欲しいキャラに行きますね。ですが今回の6人の中で考えると、耐久枠には豊穣など替えの寄付キャラがいるため3位という順位をつけました。続いて2位は最強調和で現在熱いルアンメイです。単純に実装から壊れて性能を持ったキャラですね。調和として唯一無二の性能を持っているため重宝されていますが2位となりました。その理由については3つあります。理由1、弱点撃破効率が万能すぎる。ルアンの一番の特徴ともいえる部分ですが、弱点撃破効率アップが非常に万能すぎる能力となっています。単純に敵の人生値を削りやすくなるため、行動順の低下が狙いやすく火力アップに貢献がしやすいんですよね。しかも敵の強さに関係なく誰でもスキル1回でターン付与ができるため万能すぎるっていうのがあります。人生削りをして困る味方は今のところ誰もいないので最大のメリットと言えますね。まあもし人生削りしない方がダメージが出るみたいな変なキャラが出たら、ルアンは相性が悪くなるかなと思います。続いて理由2つ目、全てが全体バフでお手軽っていうところです。ルアンについては余ダメバフ、速度アップ、全体性貫通アップ、弱点撃破効率と数多くのバフがありますが、どれも全体付与となります。そのためスキルや必殺技を使用するだけで簡単に味方を強化できるんですよね。しかもターン付与となっているため SP を回復しつつ味方の援護ができます。これが非常に勝手が良く編成が組みやすい要因でもありますね。理由3つ目、とりあえず編成に入れとけば安心感が持てる。先に話した2つの理由の部分も関係していますが、どのキャラにもバフが使いやすく編成に入れやすくなっています。持続編成から追加攻撃編成までどの編成でも相性がいい性能となっており、とりあえず入れておけば火力がアップするっていうのがいいですね。限定調和として適当に編成に入れておいても性能が腐ることがないキャラではあるため安心感もあります。
ルアンに関しては調和というか全体キャラの中でも性能がぶっ飛んだキャラになっています。唯一無二な性能な上に SB 管理もできて撃破特攻で多少ダメージが出せるっていうのも面白い性能をしてるんですよね。僕自身サブアカでルアンを所持してない状態でプレイしていますが、やはりいるといないでは全く難易度が変わりますね。復元以上に実装から常に活躍していたキャラではありますので、個人的には非常に優秀なキャラだと思っています。最後の1位は次実装されるホタルですね。お湯引きで倍率や奇跡の詳細が出てましたので、そちらをもとに順位をつけました。理由についてですが、一つ目は数少ない炎アタッカーだからです。現在の炎キャラ環境を見てもらうといいのですが、アタッカーはトパーズと姫子となっており、純粋なアタッカーはいません。この2人に関しては条件が揃った時に強力となるため、ホタルのような純粋なアタッカーとしての強さではないんですよね。もちろんホタルも撃破特攻キャラということもあり、火力が本当に出せるのかという心配もあります。ですが作人値が高い上に完全燃焼状態で速度アップすることから、かなりの攻撃頻度が期待できます。攻撃頻度が高いということはそれだけ火力のご利用しができますからね。炎属性の接待を受けているエンドコンテンツの状況を見てみると、活躍が期待できると予想しています。理由2つ目は弱点付与と虫によるご利用し。ホタルの性能の中でも特に強いのが、スキルによる炎弱点付与と追加能力の弱点無視の人生削りです。弱点付与ができるということは、そもそも敵の属性を選ばなくていいですからね。しかも、ホタルのスキルは拡散攻撃なので、両脇にいる敵に対しても人生削りができるようになっています。この効率の良さは、複数戦でも活躍が期待できますし、何より敵を効率よく人生削りができます。弓などのアタッカーと比べるといいですが、弱点でないと削れないですからね。それを弱点無視できるというのは非常に壊れた性能と言えます。理由3つ目、エンドコンテンツの幅が広い。先ほど2つの理由を話しましたが、この2つが非常に今のエンドコンテンツと噛み合うと思っています。特に虚構女児と裏庭は炎属性の接待が始まっており、姫子必須みたいな環境ができつつあります。その炎属性接待にホタルが入ることになるので、かなり相性がいいんですよね。また弱点がなかったとしても弱点付与ができるためご利用者が可能となっています。しかもブートヒルと違って拡散攻撃なため適性も高めっていうのがいいですね。そういった点もあり、エンドコンテンツの適性が高いと予想しています。ホタルに関しては実装前ですが、ご利用者ができる可能性があるため優先度としては一番高くしました。このゲームをしていて姫子をメイン赤で持っていないんですが、本当に炎弱点には悩まされてるんですよね。その慢性的な炎アタッカー不足が解消され、しかも弱点無視が多少できるとなると、かなり優先度が高くなったなぁと思います。以上が順位付けの理由についてとなります。実装待ちのキャラもいますが、使用感を重視した順位をつけました。復刻のキャラについては実装から使用していたので思い入れ深いのもありますが、環境に作用されてるなぁとも思っています。その中でも影響を受けなかったルアンと復元は本当に強いなと思いますね。一方で物理のブートヒルやアルジェンティは環境の変化が起きれば伸びしろがあるので、期待はできる部分かなと思います。今回優先度を決めましたが、ガチャに関しては性能や環境に関係なく好きなキャラを引くことが一番満足度が高くなるってのを覚えておいてください。今回の動画はあくまで使用感と情報を元にした順位付けとなっていますので、参考程度にしてもらえるのがいいかと思います。崩壊スターレールのキャラに関しては何かと全員強く使える方法はありますからね。今後強くなる可能性も十分にあるので、好きなキャラは本当に大事かなと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。今回の動画楽しかった、役に立ったという方がいましたら、よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。